こんにちは。天ーアカデミー堀秀夫です。今日は Amazon へ問い合わせるにはコツが必要ということでね。まあ、普通は何か不具合、バグ、あるいは間違いがあったら Amazon に質問すればサポーターが問題、あるいは間違いを見つけてくれて解決してくれるというふうに思うんですけど、実際はそうじゃないです。普通の日本人の期待するサポートと。 仮にもサポートって言ってるわけですからね。サポートといえば、まあ、状況をきちんと説明すれば、まあ、問題点を見つけて修正してくれるというのを、まあ、イメージしてると思うんですけど、まあ、こんなケースはめったにないとで。サポーターの現状ですけど、まず、状況をきちんと把握するスキルがないと。ねえー、Amazon、使ったことない人が、 結構多いです。信じらんないでしょうけど結構多いです。何しろね、えー、フィリピンなんか Amazon なんて、えー、ありませんからね。で、フィリピンの人ね、英語できるから Amazon サポーターやってると。でも、自分で Amazon で、えー、出品なんかしたことないですし、まあ、下手したら、下手したらってか、多くの場合、買い物すらしたことないと。で、当然ね、ね、えー、使ったことないわけですから、どういう不具合いが出るかわかりませんし、まあ、さらにシステムのバグなんかあっても、 システムとね、サポーターの交流なんてないですから、全くわかんないと。何もわかんない人がサポートしてます。サポートなんないんですけどね。で、質問を丁寧に読み解く時間がないと。これおそらくもう膨大な数のね、質問やら何やら来てるわけですから、まあ、評価の対象が件数ですよね。1時間に100件処理できた。 ね、目標100件とかなっててね、1時間に100件って言ったら、1分かけてたらもう60件しかできないんで、アウトなわけですよね。で、そういう多分評価方法でやってますんで、その何言ってんだか分かんないのにね、いちいち問題を画面切り替えて、その人のアカウント状況とかを確認して、丁寧に答えるというようなことは、まずしない。パッと見て、何言ってんだか分かんなかったらね、適当に近い提携文を送ると。 えー、だからね、えー、質問してる内容と答えがちんぷんかんぷんっていうのはよくあります。これはもう状況的に、えー、そういう風にせざるをえない状況でサポートしてます。それから、まあ、問題を解決しようとする気持ちもないと。まあ、当然ね、えー、問題を解決してたら時間かかるわけですから、えー、そんなことしてたらね、あんた作業が遅いの何とかしろと。ね、で,でもあの ちゃんとサポートすると時間かかりますとか言ったらね、そんなやつはうちには必要ないと、クビになります。これね、何それって感じなんですけど、実際、ほとんどの質問は、えー、日本人がする質問はね、本当に Amazon の間違いとか不具合が多いでしょうけど、そうじゃない、ほとんどの人がしてる質問はね、お前使い方分かってねえじゃんと、規約も読んでない、使い方分かってないじゃんっていう質問が大部分。 それにいちいちね、こっちで丁寧に教えてたら、いくら金があっても足んないと。そんなやつはね、やんなくて結構というような感じでサポートしてます。その中に本当のトラブルあってもね、これは本当のトラブルだから何とかしなきゃっていう気持ちはないです。まあ、そういうのをね、対応できる仕組みになってないと。そんなわけで私は可能な限り Amazon に質問せずに解決しようとサポートしてます。 正直、どうやってこれ質問したらいいですかって質問されているのにね、まずあれやってください、これやってください、こういう状況ですかってね、あれこれ私がやらせたり聞いたりします、えー。これね、おそらく質問しようとしてる人は質問すら解決しようとすると思ってるんだと思うんですけど、質問してもね、えー、解決しないんで、まあ、できるだけ質問せずに、えー、解決するようにサポートしてると。 それでもね、えーまあ、どうにもこの,こ,のこのバグはどうにもなんないねとか、さ,さっぱり状況わかんないねというときにやっぱり質問する必要があるんですけど、まあ、そのときはね、先ほどの3内状況、これがわかった上で質問する必要があります。まずね、状況をきちんと把握するスキルがないわけですから、まあ、スキルがない人でも人の意味ではね、何が問題で何をやってほしいかというのがわかるように質問しなきゃいけないと。 自分のアカウント状況を見に行ってくれたらわかるだろうと思ってね、えー、添付書類を省いちゃったり説明を省略しちゃうと、まあ、そんな画面切り替えてなんてめんどくさいことしてくれませんからね、えー、よくわかんない提携文が来ておしまいそれから質問を丁寧に読み解く時間がない でさっきのね、一番目のこの、一、えー、目でわかるっていうのと、えー、ダブるんですけど、まあ、基本的に3秒で質問内容が把握できるように質問しないと、質問する意味がない。ねえー、相手は一件に3秒しかかけてないのかということじゃなくてね、えー、質問するこっちが、こっちがね、えー、これなら3秒でわかるだろうというふうに整理ができてないと、まあ、相手は理解できないです。で、問題を解決しようと。 基本的に解決しよううといい気持ちはないですからねだから、シンプルにやってほしい作業内容を書くと、これをチェックしてくれとかね、えー、なんか、ね、いちいち <laughs> 間違えた恨み事とかつらみ事とかね、えー、これ見りゃわかるだろうみたいな、えー、大米な質問とかね、まとめない質問をしてたら、Amazon のサポーターがおそらく、 イエローカード的な多分シグナルを立てられるようになってます。で、それがおそらく3件溜まると、まあなんかこの売り主ね、特に Amazon に貢献するような商品を売ってんのかと。そうじゃなかったら面倒なやつだから退場させちまいというような仕組みになってます。まあそういう、えー、恐ろしい ね、えー、仕組みが。まず、公表してないですけど、これ確実にあります。今までのね、質問で質問内容、そんなことまで質問してたらまずいんじゃないかなと思うような方は、必ず、異臭返しで証拠を出せとか、なんとか来てますんでね、えー、できるだけ、えー、変な質問はしない方がいいとで。システムをうまく使って解決する分には、システムを使って解決した方がいい。システムが使って解決しない分については、本当にわかりやすくやってほしいことを書かなきゃいけないと。 いうのを、ねえー、気をつけて、えー、質問しないと、えー、質問が役に立たないどころか、ヤブヘビとかね、えー、質問したばっかりに問題解決するどころかで、ねえー、ひどいことになっちゃうということもありますんで、まずアマゾンのサポーターは、えー、膨大な数の中でね、えー、もう本当に何秒で1件というような、ね、回答しなきゃいけないというような状況でサポートをしていると。 いいいう前提は覚えておいておください、まあ、それをね、念頭に入れれば質問内容なんかもやっぱ練り込まなきゃいけないっていうのは分かると思いますし、まあ明らかにね、私がサポートしてて、この質問内容、質問の仕方の英文を教えてくださいって時にね、そのいきなり英文を教えるんじゃなくて、あれこれやらせてるのは多分ね、人によってはうざってえなと思ってる可能性もあるんで、まあなぜそういうふうにサポートしてるか、まあそれについてのサポーターの現状をシェアさせていただきました。 以上、テンバーアカデミー、堀秀夫でした。